アメリカのバイデン政権は、4日、新型コロナ対策として、従業員100人以上の企業に対し、ワクチン接種または週に1度の検査を来年1月4日から義務付けると発表しました。バイデン政権が発表した新しい規則で義務化の対象となるのはおよそ8400万人で、従わない企業には最大1万4000ドル、およそ160万円の罰金が課されます。 アメリカでは18歳以上のおよそ3割がワクチン接種を完了しておらず直近7日間の1日あたりの新規感染者数は7万人を超えていますバイデン大統領は声明で接種の義務化により経済の回復力が高まるとしていますが野党共和党の支持層などを中心に反発も予想されます